はい、皆さんお疲れです。トロコンでーす。今回はですね、シーフードヌードルの、アレンジの方をね、作っていこうかなと思います。今回ね、シーフードヌードルで何を作っていくかというとですね、はい、チャーハンを作っていこうかなと思います。海鮮チャーハンってところですね。で、ちょうどね、前食材でキムチも買ってたんで、海鮮キムチチャーハンにしていこうかなと思います。はい。まあ、これね、めちゃくちゃ簡単にできます。シーフードヌードルの、要するにこの味だけでね、全然美味しいチャーハンができるというとこなんで、それをね、今からちょっと作っていこうかなと思いますので、最後までご覧ください。レディゴー。はい、じゃあまずですね、シーフードヌードルを、これをですね、豪快に開けちゃいます。もう開けてですね、すぐに、中身を取り出して、ジャバーと、はい、こんな感じになってますね。で、これをですね、ジップロックに入れます。まあ、これでも、何の袋でもいいんやけど、これ IKEA の袋なんですけど、ジップロックにね、このまま入れちゃいます。で、ガバッと入れちゃってですね、ちょっとね、崩さない感じ。中身を全部崩して入れます。で、こんな感じで、はい。で、入れましたと。で、これをですね、これちなみにね、カップヌードルでもできるんで、これを崩します。豪快に。まあいいや。まあこんなもんでいいかなと思います。一応こんな感じですね。はい、こうなりました。でですね、今回ちょっと僕今ね、もち麦をダイエットで食べてて、あれなんで、砂糖のご飯買ってきました。これをですね、今からちょっとチンして、作っていきたいなと思います。はい。で、レンチンしている間に、まあ、オリーブオイルを仕込んでおこうかなと思います。とりあえず、チャーンズするためのオリーブオイルというか、オイルをちょっと塗ってと。ちょっとごま油入れちゃおうかなと。はい。で、砂糖のご飯ができましたと。はい、できました。でですね。で、豪快に、このままちょっとご飯を早速入れていこうかなと思います。で、ちょっと入れていきます。で、ご飯をちょっと炒めながらというところで、で、まあ、そのところでですね、先ほど、で崩したこれをですね、まあ、ボウルに入れて卵と混ぜちゃいます。とりあえずこれを卵と混ぜちゃおうかな。で、こんな感じですね。で、混ぜて、で、これを入れていきます。早速で、これをチャーハンにしていきます。今回はスピード勝負ではないので、ちょっと丁寧にやっていくかな。でね、このなんかね、ラーメンの、具みたいなのあるんじゃないですか。これがね、香ばしくてめちゃめちゃうまいんですよ。で、シーフードの味といいね、これはめちゃくちゃ美味しいんだよ。なんかだんだんいい見栄えになってきたんですか、色が。おお、まあ、適当でいいっす。適当で多分盛り付けたらね、絶対見栄えいいよこれ。本当に間違いなく。はい、キムチ入れていきましょうか。ここにキムチをチャラーと入れていきましょう。レディゴー。はい、いいっすね。レディゴー。で、これで再度炒めます。
やべ、こぼれた。これ絶対うまいっしょ、間違いないっしょ。これ味付けこれだけだからね。チキンラーメンじゃねえや、あのシーフードヌードルのやつだけだからね、絶対美味しいよね。おお、醤油焼け色、いやマジでいい感じやね。これ見せてください、これほらいい感じですかね。えどうすか、超簡単っすよ。はい、じゃあね、できたと思うんで盛り付けていこうかなと思います。はい、じゃあできたんで盛り付けていきましょうか。これウインナーとか入れたらうまそうやな。はい、いきましょう。はい、完成です。はい、キムチチャーハンになりますね。早速ね、食べていこうかなと思います。ほら、なんだろう、あの麺の痕跡がありますよ。いただきますうん、このね、麺がね、パリパリって香ばしくてめっちゃうまい、めっちゃうまい。これうん、キムチ入れて正解やった。ほのかにシーフードの香りもするし、普通に美味しいですね。うん、大正解だと思います。あの、強いて言えばウインナー入れたいね。ウインナーとかそういったところを入れたいなと思いますね。はい、というような感じで今回はね、シーフードヌードルヌードルアレンジ、シーフードキムチチャーハンを紹介してみました。皆さんもね、ぜひとも、真似して作ってみてください。で、感想等、ありましたらね、コメント欄からどしどしよろしくお願いします。他にもいろんなね、アレンジメニュー、簡単なアレンジメニューを作っていこうかなと思うので、まあ、料理はうまくないけど温かい目で見ていただけたら嬉しいです。ぜひともよろしくお願いします。それでは、今回の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。